はい、どうも皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。はい、3月15日水曜日、本日はタウンライト小田原栄町店から水曜深夜の乱れ咲き小田原始めたいと思います。よろしくお願いします。はい、ってことでね、月に1回栄町ね、本日も始まりますんでね、よろしくお願いします。お願いします。はい、ってことでね、本日のうち手はね、コムとアゼックスということで、はい、今日も、はい、当てられません。早いです。前向きに行きましょうね。1時間しかないのは最初から分かってるんですからね。コムね、頑張ってくださいよ。はい、はい、よい、さと、ね、はい、始めましょう。はい、もう一刻一秒どんどんもう、いち早くへそに入れるゲームですから、これ。いち早く、誰よりも早くね。こんばんは、あれってね、なんでおにぎりがいるの、クビになったんじゃないんですか。いや、そんな通知来てません、僕のとこに。はい、あれ、本当ですか。何右打ちしてんですか。すいません。はい、全然来てませんよ、今日もね、本当に。うもう皆さんにも、お出迎えされてありがたいですけども。こんばんは、愛してる愛してる。はい、今日は当たるんですかということで来てますよ、これ。すいません。はい、いや、すいませんじゃないです。当てる気がいますね。当てる気がいますよ。はい、ニッコに、あっと、コム、ニッコニッコムニッコニコム。はい、ここの店長って誰だっけと、あ、じゃあもう一回ね、言ってきましょう。いやー、もう最近太っちゃったんですよね。はい、うちの店長は、はい、はい、うちの店長は なんですかうちの店長、誰の話してるんですか。ああ、ちょっと、はい、まだ店長の話してます。いや、違う、もう変わったから、もうそれみんな知ってますからね。お願いします。はい、ね、店長アベックスです、よろしくとかね。おにぎりの放送だと当たらないから、いや、やめてよ、じゃあ俺に打たしてよね。俺 100% 当てるから。こんばんは、今日もおにぎりのせいで当てられないと聞いてきました。なんでね、はい、おにぎりでね、今日はおにぎりの日か、寝なきゃね、起きていいですよ。はい、おにぎりの放送でね、ホワイトデーのお返し待ってるんだけど、まだおにぎり、いや、誰ですかって言うのもあれですけどね、名前教えてください。で、コム元気がない、ニッコニッコムニッコニッコムね、元気です。あ、そういえばコムはバレンタインデー、あ、じゃあ、ホワイトデー、ホワイトデーね、はい、誰かに返しました。いや、誰にも返してないです。あ、そう、当日思い出しました。あ、待って、キャハってやつだ。いや、なんか永田不思議コリックですか。はい、はい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 、コリックが、いっぱいお菓子を持って帰って、お店に来たんですね。はいはいはい、はい、それを見て、あっと思ってホワイトデーなんですね。あ、今日ホワイトデーかそっかっつって。いや、いけませんね、そういう鈍感なやつ。申し訳ございません。どうしたの、もうそのままやり過ごしたの。あ、もう、はい、はい、だそうですね。はい、アゼクサ、どうですか、ホワイトデー。いや、全く返してないです。返してないですか。なるほど、一方通行な感じね。はい、はい、で、こんばんは、初見です、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。背景、ひじき、アゼックス殿、コム殿、久しぶりにリアルタイムで見に来ました、ご機嫌うるわシュートの、ね、偉いテーマですね。いや、そうよ、もう、ありがとうございます。はい、おにぎりはこっつーってね、アゼックス今日打つ台、決めたのとかね、アゼックスガーか。そうなんですよね、はい、でもう何でもよかったんですけどね。まあ一応ね、まあ、1時間しかないですけど、まあ、この2台と あとね、まあタイガーマスク、はい、タイガーマスクもあるよということで、はいはい、ご希望があればね、そっちに全然ね移動しますんで、アリア1パチ、50K は打っているけどまだ初当たり取れません、どうしたらいいですかということで、 50K、 うわ、きつ、すごいね、1で 50K って相当すごいですね。でも今この台もね、はい、もうすぐね1400に達するんですよね。そう、だからもうね、当たるんですよ。もうすぐ天井ですからね。天井があるのかな、あります、もうどうしても当たんない場合みたいな、これ詰まれますけど、アゼックス、いや、もう避難のアリアはもう激アツめっちゃ外しますからね。はい、まあだからそれがね、繋がって繋がって 50K ですから、デンジャーキャラとか全然信じないですよ。全然危険じゃないですからね。だんだん むしろ安全みたいなね。小田原扇町店、いや栄町、まあいいやってね、こんばんは皆さんということね、どうもこんばんは、まあいいやの栄町です。全然違いますよ、ね、栄町も覚えてください。これだから引きこもりは、ホワイトデーも忘れてたのかよ、おにぎり謝罪しろ、責任取って辞任しろ、いや、なんでね、おにぎりお返しは現金でいいわってことね。いや、もうリアルですね、これもうお金ないですから、もう今月ね、アゼックスが店長になってから信頼入れられなくなるぐらい経営が傾いているって、本当ですか。いや、全然そんなことないですよ。いや、ちょっと貯めてるんですよ、今貯めてます。あ、なるほどね、はい、確かにね、まあ、はい、4月あたりとかね、信頼とか、はい、ポストとかありますから、そう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 、はい、でね、来週のポセイドンとか、
もありますよね。はい、広告入ります。ポテト入ります。ね、そこら辺ありますから、もうね、貯めているって最中です。はい、おにぎりはこうコムーナの皆さん、こんばんはとね。こんばんは。もうなんかコムのお店みたいになってます、ね。はい、ありがとうございます、ね、いつの間にか、はい、ねえ、だからもうアリア2は勝てないってってね。そんな、そうなの？だからみたいなね、アリア2は勝てないのが鉄則みたいな。僕でもこれ初打ちなんですよ。あ、そう。はい。え、だから何？いや、なんで、あの、何が、何が熱いのか全く分かんないですよね。あ、なるほどね、分かんないから、はい、みたいな。いや、でも結構ね、あの、賑やかですよ。賑やか。基本的になんかもう、どれっていうか、もう結構、結構 うるさいです。結構鬱陶しいやつで。はい。まだ旦那からホワイトデーもらってないとな。じゃあもうね、催促しましょう、催促ね。ホワイトデーとかもね、なんだかんだもうあれですよ、3月半ばですからね、もう皆さん。はい、じゃあコムなおさら当たらないじゃんとかね。確かにそうなるよね。そうなんですよ。今の感じで言うとね。はい、はい、小窓の男の人なんで、頭に、下の毛を乗せてるんですか。人生に疲れたらもう引退しない。今までありがとうございました。全然疲れてないし、下の毛は頭につけてません。大丈夫です、今日もバッチリね、いい髪型に仕上げてきたんで皆さん、ね、いい髪型らしいですよ。いい髪型ですよこれ、本当に。いい髪型らしいです。巷では本当にもう。あ、本当ですか。これ2017年これが着てるらしいです。どこの巷で存じ上げてないんですけど、赤羽あたりだったり。赤羽あたり、赤羽風評被害。いやいや、俺の住んでる地だよね。はい、おにぎりはいつもホールに貯金してるんだよね。引き出せる日は来るのかなとね。いや、なかなかね、硬いですから。もうあれはもう定期預金なんでね。そう簡単には崩せませんから。はい、おにぎり、あっちゃんは、リスナー女性さん、皆さんに SK2 をお返ししてくれるんだぞってこと。すごいの、すごいの。 SK2 って化粧品、化粧水、化粧品、あの桃に香りのやつですよね。 SK2 のやつですよね。綾瀬はるかと。あ、そう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 ですよね。あれでいいんだ別に、ね、え、おにぎり声でかい、マイク取ってすみません。アゼクスは彼女いるんですかと。奥さんいますよ、奥さん。はい、もう初対持ちですからね、はい、もう今もその時期ね、もう時期も、もう、ね、あんちゃんはってことね、曜日が違います、あんちゃん来週ですね。頭からイカの匂いがするぞ、やっぱり、下の毛じゃねえかってことね。いや別に映像をね、通して匂いは伝わりませんのでね。はい、頭とかね、アゼックス嫁から、アゼックスは嫁にチョコレートもらってないとかと。あー、もらいましたね、なんか。あ、もらったんですか。はい、一応なんか一応駄菓子みたいなやつ。駄菓子、はい、駄菓子、ブラックサンダーみたいな。あ、なるほどね。チョコバットとかああいう系のやつ。、はい、お返ししないと、お返ししないとね、はい、パインやめとか逆に。いや、もう毎日のようになんかお返しはしてるんですよ。毎日のように。はい、はいはいはい、帰りにコンビニに寄って。あ、なるほどね。好きなプリンを買って。はい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 。あ、じゃあその、本当いつもプリン買ってますよ。蓄積だ。だからまあそれで OK かなみたいな。で、あちゃんはあとね、おにぎりくん、その髪型のせいで職質されるでしょ。かわいそうだね。いや俺意外と職質されないんですよ僕ね。おにぎりさん、その頭で街を歩いてて恥ずかしくないですか。全然恥ずかしくないですよ。本当ですか。いや全然。だって むしろみんなもう、ああ羨ましいなっていう目で見てますよ僕のこと。完全なんだ。いえ、なんでもないです。なんだ俺。俺の何、声はあのモスキーとかなんかですか。いや、眼中に入ってないんじゃないかなと思って。逆にね。おにぎり PTA カメックス、こんばんは。今日こそ当ててねってことで。頑張ります。頑張りますよ、頑張ります。そんな当ててなかったでしたっけ。いや、でも前回しょっぱかった思うじゃないですか。前回何やりましたっけ。前回は海とアリア。海とアリア。そう、やって当たってないですね、そういえば。おにぎり言い返してやるよ。これはかの有名な天竜源一郎部屋だぞこれ。そうですね、もう今は引退されましたけどね。こんばんは。今来ました、おゼニ型だとかね。ありがとうございます。ゼニ型平次もね打ってますよ。はい、あれ安藤君はどうね。コムから聞いたんだよ、あいつイカ臭くて困るんすよってことで。言って、イカ臭くはないから。イカ臭いんですよ、本当。いやイカ臭いって何、そもそも。イカ臭いはイカ臭いですよね。もう表現限定されるけどね。そうですね。SK2 高いんだぞ、おにぎり買ってくれるのってことね。 SK2、
ありがとうございます。いや、ちょっと、ありがとうございます。欲しいの欲しいの2人。え、 SK2 とは視聴者プレゼントじゃないですか。あ、視聴者プレゼントで SK2 みたいな、はい、カウンターに置いときますか。あ、なるほどね。ちなみにいくらぐらいするんですかね、これ。あんまり女性化粧品わかんないから。何名様にプレゼントですか。いやいや、もう頑張って2名ですよ。もう今月はもうね、頑張って2名、今月は頑張って2名ですよ。ちょっとリアルですね。そう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 。はい、今日はマイケル・ジャクソンいるんですか。ポン、ね、新旧銭形対決見たかったなってことで。ああ、旧銭形ないんですよね。旧銭形ないですね。銭形ないです。すいません。はい、質問の意味が多分、多分違うと思うぞってね。嫁以外に、あ、彼女はいますかっていうことなんじゃないかなとかね。あ、なるほどね。募集中です。はい、募集中です。大丈夫ですか。はい、募集中です。はい、もう昨年もう不倫っていうワードでみんなボコボコにされましたからね。あなたも例外じゃないですよ、もう。はい、羨ましいってね。人生疲れてんだよ、もうやっぱり引退しない、今までお疲れ様でしたってね。どうにか俺を引退に追い込もうとしてますね。おにぎりって昼間は出歩くのおばさんが異様な目で、見ないですか。いやいや、むしろ同類だからね。むしろ話しますから、ね、同類同類、おばちゃんとおばちゃんと、同類、本当にいいパーマ、そうです、いいパーマかけてるわねみたいな話ですよね。おにぎり圧力は連休中に10万ぐらい負けたらしいよ、どう思う。あ、あっちゃんね、先週あっちゃんね、確かに5連休ぐらいあったんですよ。5連休、5連休すごいですね。で、なんか聞いたら、なんかパチンコ行って、確定申告してパチンコ行ってみたいな、その連続で結構あの負けたってましたよ。1日2万負け計算ですからね。そうですね、コンスタントにコンスタントにやってるよね。はい、おにぎりはドブの匂いがするよ。俺どっから生まれたね。そろそろとんがりのモノマネやろう。ブテゴリね、全然似てねえ。いや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 、ちょっとやっ、いや、これはね、65点ぐらいありますよ。最近店長のツッコミがもう巻き気味で来るんで、全然似てねえみたいな。いやいや、それ食い気味でね、何にも言わなかったら誰か当てらんないですよ。いやいやいや、絶対ブタゴリラって言って分かんなかったら終わりですよ。3000名に決まってるだろうな。おにぎり破産するわ。もう8000円ぐらいじゃなかったっけ。 SK2 高っ。8000円、そんなするんすか。8000円はやばいね、これね。店長、彼女募集中、桜。あ、違う違う違う、関係ないですよ。うちの近所、最近初代銭形を5台最新導入したよ。栄町も導入してみたらと。いけ、初代まだ入れられるんすかね。設置できんすかね。あれもう3年経ってますね。新しくは無、ね、だ、もともと持ってたやつとかじゃないですかね。はい、SK2 はラインがいろいろあるからな。そうなんだね。あ、ほうてんほうてん、ありがとうございますね。ね、おにぎりさん何歳で結婚しますか。あー、これ確かに僕今28なんですよ。で、今月の24日で29になるんで、いや、35ぐらいまでには結婚したいですよね。うん、まあ無理っすね。なんで、いや、違う、どうでもいいっすね。あー、無理っすねって何。どうでもいいっすね。じゃあちなみに小室さん、コムは結婚 いつぐらいまでにもないの。全然考えてないですけど。全然考えてないの。全然考えてないですよ。聞いた、全然考えてないですよ。ねえ、焦げてるパンの人、そうらしいよ。ねえ、職人ってことね。おにぎり私だよ、みちこだよって、うちのお母さんだよ、ね。急にお母さん自己主張が強い。皆さん詳しいですね。みちこだよって言ってるね。詳しいですね。ちなみにアゼクス結婚したの何歳ですか。28です。28、はい、で今いくつでしたっけ。今31です。今31だ、3年目。はい、あら、いや、じゃあまあもうそろそろですね。そろそろね、3年目の浮気ってやつですね。そうあ、だからね、ちょうど今あの募集してますからね。はい、多めに見てよってやつ。最初から募集してますけど、もろともしねえ、もう。はい、福山雅治が SK2 の化粧水使ってるって言ってた。だから肌綺麗なのかな。あ、そうなんだ。男性もですかね。出た、あんこかわいいとね。来世95歳ぐらいは結婚できるよとかね。来世の終盤も終盤じゃない、それ。おにぎりお誕生日おめでとう、ありがとうございます。24日ですね。こんな男だらけの放送でせっかく SK2 のワードが出てきたんだから、桃井かおりのモノマネしてくれてる。SK2これは違う、これは俺の管轄外だよ。これは俺の管轄外だもんなって。何、今のレスポンスがあっただけでしょ。 SK2 桃井は SK2
いや別にいいよ、俺じゃなくてこの2人のどっちかに振ってもいいんだよいい、ちゃんとできるやんないとか、あ次から振ってくからな、もういやもうド M なのがいいっすね いや俺の本質見極めんだってド M がいいですねって込めて結婚願望ないんでしょうと。ないですね、いつか、聞いているのは人間年齢じゃなくてあの年齢ですよ。あのって何、コムは遊びで付き合ってるからそれは結婚の毛の字もないよなと。はい、あ俺来週5つ年下の21歳の子と結婚する。おおめでとう、おめでとうございます。ちょうどまあでも20ってことは26か、ね、羨ましい、そうっすね、羨ましい思って素晴らしい、いやもう棒読みが必死なんですけど、羨ましい、大丈夫ですかね、幸せな家庭気づいてくださいね、ぜひ職人さんもう一回見たいなとね、焦げパン見てるってね、コムは遊びらしいよ早く乗り換えてとかね、アゼックスの愛人は3人いるよってね、熟女とみそじと JK やつ幅広いな、えらい網羅してるな、いやまあ熟女はもう絶対ないっすないんですか絶対ないっす、あそうですか、はい、なんか平塚の時に言ってましたけど、あ熟女と、あの完全私あのロリコン気味なんで、あなるほど、熟女はないロリコン気味って、はい、気味って風邪気味みたいに言うな、はい、ロリコン気味12歳ぐらいです、やめてくださいやめてください、もう笑えないでしょ、 12歳ですよ、小6、いやだからランドセル天使の話しょってんすよ最近の子分かんないですから、ね、いやいや確かに、いやいや分かんなければ会話が成立しないですよ、分かんなければ触っていいみたいな感じになってるんですけどね、似てないしね、モノマネうまいな芸人になれるよだったんだよ、もっと、だるそうに話するんだよってね、おにぎりのモノマネ好きだわってね、一番高い SK2 の化粧水だと4万キコ以上だけどやっぱりいいよ、おにぎりありがとう、こっち、いや待って4万個すんの、すごいですね、4万を2個視聴者プレゼント、いや違う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 、ね、8万、8万って原付が買えるわ、8万だったリアルな、ね、リアルな感情が入った、中古の原付買えるわそれ中古のリアルな感情が入った、地元の先輩から売ってもらえるよ全然それ、ね、いいな本当に羨ましいってね、お疲れ様だった、残業終わり今帰宅ってね、お疲れ様です、お疲れ様です、はい、コムはやり逃げするんですか、焦げパン逃げてってね、かわいいってね、今日は圧力見てる、どうでしょうね、通報しましたってね、逮捕状を請求しました、いやまだ未遂ですから、ね、最高裁まで争って有罪にしますってことで、ね、もう完全に仕留めに来てるんでね12歳は圧力とストライクゾーン物かぶりだねってことね、そうなんですよね、まあ、圧力ロリ大好きですからね、はい、本当に、大丈夫か大丈夫かこの界隈この界隈大丈夫か、そうですね、この会話の段階でだいぶ危ないですからね、未来の炊飯器12って、12とか意味わかんないよね、意味は分かりますよね、いや、ちょいやいや想像ができないってことその12歳となんか付き合うとかね、いやいや話合わなすぎでしょ、年齢関係ないですから、ね、いやじゃもうガチじゃん女として見てるじゃん12歳を、いやいやいや、いやそのだって最近 何面白い、プリキュアとかもう全然興味ないよ、だって20歳の女の子が35歳とか40歳と付き合ってるの見ますよね、いやまあまあ その差はね、その差は分かりますけど、いや変わんないですよ、いやいや変わる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 、誰か生徒指導の先生しない持った先生来て、18日に扇町に、銀シャリが来るらしいんですが、堺町は通過されるんでしょうか、あーもう一般通過ですいや車で一瞬ぐらい通るんじゃないですかね、はい、違うよ、300名にプレゼントで破産するね、その幼児もとね、その幼児も大人になるんだぞ、そして、そしたら、飽きるのとね、あ成長したらみたいなね、はい、そうですね、うん、ちょっとね、飽きちゃうと思いますねいやもう乗り換えがすごいな、もう車好きの人みたいな、おにぎり昨日池袋で、線路走ってただろう、どっから脱出したんですか、俺電車じゃないからね、3人は SM どっちですかってことね、ああコムどっちですか、どっちですかね、ド S ですね、完全ド S ですね、ド S あれコムド S、 はい、あれド S らしいです、あやっぱそういう瞬間ありますか、そうですね、一緒に入る、あこいつ S だなみたいないやいや、なるほど、はい、ポーチプレイ好きですよ、あそうですね、たぶんだいぶ上位ですね、アゼックスは
いやもう完全ド M じゃないですかね。あれド M なんですよ。絶対嘘だよ。ド M 絶対嘘ですよ。ド M なんだ。最低だ、ね、すげえ適当ですもん。ね、ちなみに僕ド M ですよね。聞いてないです。え、いやいや3人はって言われたから答えるでしょ。はい、まとめると堺町はロリコン店員さんの集まりということでよろしいですか。まずい。ちょっと待って、俺もか。違う違う、我々は違いますよ。はい、おにぎりさん、戸田俺放送帰りにお持ち帰り OK の植木鉢なぜ持ち帰ろうか、ま、迷ったんだ。そうそうそう、この前家帰る最中でちょうどあの引っ越しの家があったんですよ。はい、したらそこの家の前にあの植木鉢がいっぱい置いてあって、はい、ご自由にお持ち帰りくださいって書いてあったの。もう持ってかないからと。そう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 、いらないよね植木鉢とか。いる？でも僕はいらないですけど。そこまで断定しなくても。いや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 、テイクフリーって書いてあったけど外人もいらない。需要はあるでしょ。いや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 、あんな穴大きいのね、別に野菜育てるわけでもないんだからさ、ね、近所のおじいちゃんとか、おやってるやってるっつってもらったかもしれないじゃないですか。今日で3日目だけど、まだ絶賛売れ残り中だから。やってるやってるっつって。やってるやってるじゃない、違う違う違う。ね、こんな危険なやつがいるような放送でしたっけってね、いやもうね、入れ替えでね、いろいろ変わりましたよ、もう。はい、おにぎりはホワイトで、キコちゃんの女性に何あげたんだとかもね。まだホワイトデー過ぎてからね、僕女性スタッフさんとかに会ってないんですよね。早く当ててコムは G でよ、最低だなってね。コムととりあえずへそに玉を入れようと。はい、すいません。コム焦げパンとは順調、焦げパン元気ってね、元気です元気、ね。うん、何も言ってないけどね。楽しいのはまだいるんですか。会いますよ。さっきいましたよ、さっき。そうですね、今日も出勤しましたからね。はい、扇町が M1 チャンピオンの銀シャリを呼ぶんだったら、こっちは R1 チャンピオンのアキラ 100% 呼ぼうぜ。あ、いいですね。いやいやいや、いらないでしょ。いやいやいや、あの人超面白いですね。多分相当盛り上がると思いますよ、もう、ね。あ、今緑保留、初めて緑になりましたね。当たったんじゃない？てか初めて保留が変わりましたね。はい、おにぎりは いるだろう、住処に。いやだからね、ゴキブリの中みたいに言うな。おにぎりは転売するんでしょ。いやいや無理だろ、ヤフオクでも絶対無理でしょ、あれ。さあ、おヒストリアモード、ヒストリアモード保留、ヒストリアモード保留、バンバン外れるよ、ね、マジで。さあ、でも2つ出てきたらちょっといいんじゃないですか。2つ出てくればいいんですか。2つはちょっといいですよ。本当ですか、盆栽用の鉢植え結構高いんだぞ。あ、じゃあ売れる、ね、コムとりあえずケツに玉入れようとね。あ、タイマー？タイマー入ってます。お、30秒前。違う違う、これ毎回、れ毎回そうですよ、ね、毎回そう。毎回そう、後ろ向きにも程がある。そう、後ろ向きにも程がある。店長、ね、結構アリア打ってるんですよ。はい、あ、なるほどね。なんか2万発とか出してたから、ね、ネクストってね、ヒステリアってね、ヒステリアジョーとね、ネクスト。はい、元豆柴店長がまた店長になり損ねた件について感想をお願いします。いや別に。なり損ねたわけです。なり損ねたわけです。あ、ストック。ストック1。はい、1。これいいんじゃない。いらしてみやがれ。全然ダメ、ね、全然ダメ。で、この後後半発展。え、これで後半発展。いやもう、そういうこと。いやもう全然じゃないの。弱いってね、98%ぐらいから。はい、外れって言われてますね。弱いの。はい、ね、すいません、さっきから、画面の中で、ぴょこぴょこしてるのは何ですか。 MC の中村です、どうも。はい、すいません、なんか MC がすいません。違う違う違う、これないってよ、これはないってね。98%ぐらい弱いってね、ヒステリア弱いってね。おにぎりさん、女の子にチョコあげるよりも先に電気代を払ってください。任しとけ、今月払ったぜ。さあ、弱すぎて保留を貯めるレベルだって。あ、そうなの、もう貯まってる、大丈夫。嘘。さあ、最後のカットイン。あ、このストック1でリーチランクアップ。リーチランクアップ、これどう、みんなさん。もう激弱ですよ、これ。ないでしょ、激弱。あ、一番弱いやつ、これ一番弱いの、ないでしょこれも。さあどうでしょうか、コム。これ最近あの富士商事のこの 3D アニメ CG 何なんですか。何がレイブ、東京レイブンズ、被弾のアリアと力入れて同じような感じで作ってますけど。さあ押せ。ないけど。ないけども、パス。え、今日ワイプ小さくした。いや顔がでかいんです。さあ、いや空のもなさそうだな。あいない。いやもうないでしょ。オーケー、絶対ないと思ってたわ。オーケー、もういいよ、タイガーマスク取るぜ。もうあの見どころ。とりあえずね、はい、駒田は新しい店員ですか。 MC の中村です、ね。おにぎり、北区
赤羽の家賃っていくらですかと。ああ、ワンルームの相場で確か6万ぐらいしましたね。普通の人なら当たるけどコムは当たらないよと。まあそうです ね、 ねコム限定演出みたいな。そうですね。今日の見せ場終了ですね、コムオツーと。ちょっと待って、ちょっと待って、まだ30分あるから。終了ですか。あと1回ぐらいなんかもう1回 3D みたい。あ、そう、うん。まあ、それはそうとね、まあ、あの銭形もあの、ま、全くうんともすんとも言わない。いや、いいですよ、全然もうね。はい、アゼックスコム早く当ててくださいってね。はい、当てて頑張ります。頑張りたい、ね、頑張りたい、ね、大パン手入れしましょうよ、もう待って待って、まだ30分も経ってないんです、手入れってアゼックスコムとかね、大パンじゃなくてコムパンしたいですかね。いや、もういつでも来ていただければ。あ、もう、はい、そうですね、ぜひ、はい、お腹でも顔でも肩でも貸しますよ。いや、もうすごいな、お前どんだけ強い人間なの人の不幸を一気にみたいなね。さあ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 、あれ、ちなみにこのアリアは 何台あるんですか。アリア1台です。アリア1台、はい、2.5 円に1台ですね。はい、はい、で、銭形の方はもう1台しかない。1台とかね、はい、2.5 円に1台ありますね。もう取り合いですよ。はい、そうです確かにね、我俺が俺がみたいなね、まあ、もしね、あ、先座ってるなと思ったらね、銭形の場合はタイガーマスク、アリアの場合はね、これなんだっけ、あ、レッカの方のね、あの横にあります、ね、隣の台ね。そうそうそう、隣の台とりあえず隣の台は隣の台ありますからね。ワンチャンある台なんで頑張りましょう。はい、コムコム、本当に使えねえな、 おにぎり全力で謝罪しろ、ぶっ飛ばすぞってね。おそ松さんって面白いのって言って。おそ松さん、はい、パチンコかな、ドラムの。ドラムはちょっと微妙だと思います。あれどうなんですかね、あんまりね、あっかっとね、あの新しいスロットがいいっていう話聞きましたけど。ああ、はいはい、今度出るおそ松さん、はい、あれおそ松くんでしたっけ、3でしたっけ。おそ松くんです。くんか、はいはい、はい、それが結構いい。天柱、ね、おそ松さんですよ。3は A、 あの A タイプのやつで、おそ松くんがあの ART タイプで。そうそう、あ、そうなんですか。だからだいぶ違うよねっていう話です。ややこしい、ね、そうそうどさくさ紛れに差し込んだみたいな。はい、小田原文って、見栄を切りすぎたタイトルだったよなとね。いや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 、そうですね、乱舞するんですよ。乱舞したことは多分まだ片手で数えられるからそうですね、確かに。真鍋店長、真鍋店長乱舞したところはそうですね、一人で毎回乱舞してましたからね。あの方が乱舞するための番組でしたね。そうですね、一人乱舞でしたね。もうこっちはね、もう二人ともあの刀持ってないですから、もう平和ですから、刀抜かないですからね、農民ですから。もうそれよりスガッチに会いたいよとか、いや、ぜひね、会ってください。小木町にいますから。さあ、なんかでも、ん、いい感じに発展してる。いや、もう全然寒いです。あ、そうね、もちろん仕込み台用意してあるんだろうな、まさかたったの1時間で自力で当てるなんてふざけたこと言わないよなとかね。怖い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 、全然全然、いつだって真剣、前回仕込みましたから ね、 ねでしか1台ずつってことは、格変で閉店した台もないのか、もう絶望ですね。おにぎりさんは面白いの、あなた次第です。赤羽が治安が悪いのはおにぎりが住んでるから。いやいや、もっとからさ、でも実際治安すごい悪くないですけどね。はい、新しいおそ松くんって6で 119.2% らしいねと。そうですね、 119.2%、 割が、はい、おー、いいですね。出せるんですかね。いやー、どうでしょうね。 でも一応、まあ次の番長も119らしいですからね。拾えたらいいですね、てんてんてんみたいなね。てんてんてん、もう店長変えようよ、ブーちゃんが。いやいやいや、新店長やってください。くんとさんがあるのってね、年齢が違うのにおそ松くんとおそ松さんってことね。だから昔のやつが おそ松くんなん、くんでしたっけ。そうですね、ね、昔やったのが。最近やってたのがさんですか。そう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 、あの声優がいっぱい入ってるのがさん。おにぎり、リュウコランブ食らわせていいですかとかね。これ誰の技、リュウコランブって。知らない、わかんないです、仕込んでないよ、店長ボタンでワンクリックだとね。いやー、もう当てますよ今日はもうねクリックできたらすぐしたいですね。そうそうすぐしたい、みんなの願いってね、あればみたいなね、ないですから、残念ながらね。もう自力で当てるしかないです、こういう配信もね、頑張らないと。もう、もういいですよ、タイガーマスク映ってえMC が飽きちゃってんじゃないですか。いやいやいや、全然全然
いや、わかんないです。どうですかね。どっち、皆さんどうですか。見たいですか。タイガーマスク。ゼニガタと、ゼニガタとアリアだったらどっちの方が、まだ見たいですかね。まあでも、まあ、ゼニガタのコメント、まね、今のところ1個も来てないんでね。アリアはないなとかっていうね。声があったんですけど、1個も来てないんでね。アリアとかね。店長ボタンがあって、おにぎりがホールにいるから、多分外れるよとね、今日当てられなかったら店長交代の要望書を社長室に送るからな、ついでにおにぎりの交代も。いやいやいや、もう本当に燃やす直前で、いやもう降格ですね。ね、何でもいい投げやりとかね、当てらんない当てらんない、アリアの場合コムだと仕込んでも即落ちで意味ないかもしれないみたいな、ね、もう転落なんて速攻引けますよ。ね、何でもいいや投げやりとかね、アリアとね、龍子の剣の龍坂崎だわってね。龍子の剣ってあれなんかスーファミでしたっけ。龍坂崎、龍坂崎、もう全然僕わかんないっす、ね、龍子の剣ってなんかゲームなかったでしたっけ。龍坂崎はあれじゃないですか。龍坂崎、はい、あれ SNK SNK プレイモアですか。あー、台ありましたっけ。もううろ覚えですいませんもんね。ゼニガタ朝一11年したゼニガタ見たいってね。ゼニガタのとっさーんとね、店長ボタンを押したら、店の外でパトランプが点灯するんでしょ。誰とこのやつ、あ、今押したみたいな。キュイーンっつってね。確かにそんなのあったら周りの人集まってきてるんですよね。今キュイーンしたみたいな。さあね、両方、まあいい勝負ですね。両方見たいんでしょ皆さん、ね、両方どっちでもいいんでしょ、どっちでもいいみたいなね。いや、いいじゃないですか。逆に台に左右されないって結構いいですよ。もうこのだから出演陣を見に来てるみたいな、コムとアゼックスをね、話も大して盛り上がってないから台にね、台に左右されない配信、これもう理想系ですよ。当たんないですね、それにしても。ゼニガタのドッツさんがルパン捕まえてるとこを見たいとね。じゃあルパンだね。打つならルパンだね。あれ、うん、ますけどね。いやでも大丈夫ですよ、ね、もう打つのやめて相撲取ってもいいよって。お、これ斬新。ちょっと一人でやってください。なんで相撲は二人で取るの。ワイプでお願いします。ちっちゃいし、一人稽古みたいになってるね。はい、ほらーとね、そろそろ当たりますようにとね。ありがとうございます。本当お願いします、ね、はい、おにぎりはプロレス総選挙、見たの。あ、なんか新しいですね。知ってました。この前のなんかあの WBC のオランダ戦の後になんか歴代プロレスラーをランキング付けしたみたいな。まあ、このリアクションでは見てないし興味もないんでしょうね、この。見てないですね。すいません、僕も見てないです、まだ。ごめんなさい。コム、5分おきにニコニコ無視しろってね。5分おき、はい、ニコニコめ、はい、じゃあまた5分後にお会いしましょう。はい、40分にお会いしましょう、ね、はい、アゼックスのポケットの中にポケットの中にあるスイッチポチッと押してくださいと。もう連打してますけどね。連打、いやもう業者呼んだ方がいいですよ、それ。ぶっ壊れてる。はい、今日当たらなかったらそろそろコムとアゼックスの交通安全のお守りを売り出そうって、ね、あ、当たらないみたいなね。あ、いいことですね。いいじゃない、素晴らしいねえ、はい、それ景品に置きましょうよ。もう儲かる儲かる、ね、はい、大相撲を小田原場所ありそうだな、ね、かくれんぼやろう。ちょっと待って、どんどん提案してくるの。提案してくるのはいいけどさ、全然かくれんぼ俺しかいないから、ね、おにぎりさんの大好きな一人相撲をやろう。いやみんなでいいやってます、いつも番組も。俺一人みたいに言わないでください。いつになったらゴールデンタイム入るんですかと。やられるかな。いや違う、あのルパンじゃねえよって言わないと。ルパンじゃないよって言われたら、 いけるかなじゃない。分かってもらいましたけど。違うコメント流しすぎだと。はい、おにぎりの子供がいたんですが、送りましょうか、困ります、やめてください、ね、金っていうね。さっき演出金だった、あれ、いや金じゃないっぽい気がするんだけど。金じゃないです、ね、なんか黄色に光沢塗ったみたいな感じですよね。アリアのキャラで皆さん誰が好きですかとかね。じゃあアリア大好きなコムから。僕アリア全く分かんないです。何がアリアしか知らないです。アリア好きなのね、アリアが好きです、はい、アゼックスでも結構打ってるんですよね。アゼックスは名前は分かんないですけど、はい、金髪の子ですかね。金髪の子、はい、あ、おっぱい大きい子ね、この子ね。あ、今通った子、
一般通行のところですね。そこのね、はい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 、ね、名前なんでしょうね。リコ、リコちゃん、リコって書いてあります、ね、はい、アゼックス、5分ごとにおにぎりを、ディスってください。いやいやいや、全然大丈夫ですよ、ね、今日はなぜ小窓に病原菌が映ってるんですか。だったらいつもですよ、いつもね、店の柱に向かって一人で鉄砲撃ってろと寂しすぎるだろう。3人でキコダンスやりましょうってね。アリアファンとしては、ペルソナの、リセチでいいの、リセチ、はい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 、リセチでも満足する、だからアマペルソナでっていうね。ああ、ペルソナのアマ釘見的な ね、 ね、びっくりした。来た、いや来てないと思う、ね、おにぎり一人かくれんぼしていなくなって、いや怖いやつあれ、ね、もうホール内で缶切りでいいよ、 おにぎりは缶焼くねってね。私昔、京急線の品川駅でブッチャー目の前で 見たってね、ちゃんと列に、並んでよ。ブッチャー偉いですね。いいな、アブドーラザブッチャーですよね。いいな、フォーク持ってる。はい、自分は、リコとこれ白雪でいいのかな、白雪ですね、浮気じゃねえかと、フムアゼックス、はパツキンフェチとメモメモとかね。そうですね、金髪好きですか。やっぱもう基本的にギャル好きだ。あ、ギャル好き、はい、12歳のギャルが好きなみたいですね。やばいやばいやばい、12歳でギャルって親相当言っちゃってる、ね、コムもアゼックスもライムミュー時代の漫才見たくない、生誕祭でやりなよと。いや、やりませんよ。今日平塚の 0.28 でリオ2打ったら、貸し玉が、500で平塚平均、13回転ぐらいのふざけた釘だったから、おにぎり今から平塚行って店長締めてきたやつに、いやいや釘はね基本的に触れませんから。じゃあ平塚行かずに、ちょっと小田原来て、小田原大木町ね、坂井町ですね、来てくれればもう、アリアエロいからってね、おにぎり立っちゃうってね、おいおいアゼクス逮捕だ逮捕だ、ね、おにぎりさん、せっかくプロレスの話出たんだからスタンハンセンのモノマネしてウィー。はーい、じゃあ次コムプロレスラーの、プロレスラーのなんかも、あの、モノマネ誰でもいいから、まあ、プロレスラー全く分かんないですけどね、猪木でいいよ。じゃあ猪木で、猪木、はい、猪木はもうあれですよね、うん、パチンコのやつちょっと触ったんで分かります。はい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 、元気ですかっつって、ああいいね、元気があれば何でもできるってやつですね。そう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 、 あれですよね、はい、おにぎりさんめちゃめちゃうまいっていう聞いてますけど何が何が怖っ、猪木が猪木怖っ怖っめちゃめちゃうまいって聞いてますけど怖い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 、お、赤ビジョン、ほらちょっと熱いんじゃないですか。本当にほら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 ね、え、はい、チャンスってね、はい、おにぎり逮捕だってね、アゼクスのイメージが変わりましたって、いやアゼクスいい人ですよ、ね、はい、おにぎり子猫のモノマネで猫、あ、コムに甘えてとかね、気持ち悪い、あまあそうなりますかね、あ、いいんじゃないですか、ね、ちょっと待ってね、コムのカメラが、そこそこチャンスだと思いますよ、はい、おにぎり頭に、陰謀ついてる、陰謀ついてません、あ、でも魚緑だわ、はい、うんってね、おにぎりさん、ま、真壁やって、真壁わかんないな、この間国会行っても元気ですかって挨拶したよってね、はい、アゼックスこの調子でおにぎり、おにぎりに3分3分、ごめんなさい、あ、失礼、アゼックスこの調子でおにぎりに3分ごとに、無茶ぶりしてしなくていいですよ、ちゃんと MC やってください本当にごめんごめんごめん何言ってるか全く分かんないですよ。あ、そう、おにぎり早く山村もみじさん見せてよ、で出る台じゃないんでね、山村もみじさん、はい、縄ダメだな、じってじって、わー全然ダメだな、ね、気持ち悪くて吹いたってね、猫のモノマネでカメラが切れたってね、猫のモノマネぶっ込んだ人優勝で、優勝しなくていいよ。さあ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 、ちょっとなあ、カットイン一網打尽からのからのがあるの、いやもう一個、いや何色、紫からの
おにぎりに人間語は難しい。ちょっとね、なんもないからのなんもない、はい、ない、プスーンお約束ってことね。ボタンは、ボタンは出てきたんですけど ね、 ちょっとね、ボタンは出てましたけどね。で、出るだけね、出るだけ、出るだけだったらただだからね。はい、おにぎりマッチョドラゴン歌ってとかね、わかんない。おにぎりアキラ、アキラ 100% の真似してよとかね、おぼんないんでね。ちょ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 っとね、テラフォーマー、あ、テラフォーマーズありましたっけ。テラフォーマーズないんでしたっけ。ないです、ないです、ないです。ねえ、ちょちょホリューフェン、そうアリアはね、保留変化が13種類あるんですよね。本当ですか、まだでも多分2個ぐらいしか見てないですよそう、13段階ぐらい あるくせにあんまり 見してくれないんですよ。ね、それじゃね、楽しみがいらないな。そうそうそう、こんなに当たらないお店はどこですかと。キッコーナー小田原扇町店です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。世界一来てください。はい、今日もおっさんいないんでね。はい今日はいないんですよ、すいませんすいません。はい、よろしくお願いしますね。当たりとかね。あ、です、最近はじゃあ、え、アリア結構打ってるんですか。最近アリア打ってるんですか。いや、最近ですか。最近スロットばっかりです、はい、あ、スロット何言ってるんですか。裏挑戦全突破してます。はい、コモンチャマで裏挑戦全突破してます裏調整いいですね、全、はい、スーパー。はい、あ、もう今12回ぐらい連続で外してるあれ、そんな12回も、あ、でも外せるか、うん、相当卑怯ですからね。あ、ね、裏、ね、こんなにね、実手の柄についてる生だけじゃ当たらんよってね。え、毎月当たらない店員がいるお店はどこですかと。大木町です。大木町店です。今日あんちゃんはね、堺町来てください。いないんです。そうなんです、はい、そういえばテラフォーマーズの原作、秋までに病気要領で救済みたい、救済みたいだね。おにぎりの出番が減って大変ですねと。いやいや、あ、今じゃあ救済してるんですかね、テラフォーマーズ。テラフォーマーズ病気療養って書いてある。ヤングジャンプでしたっけ。 でしたっけ。いいですかね。みんなはアリアの4人で誰が好き。あ、金次でもいいよとかね。アリア4人なの、そもそも。1234。ああ、いや、でもやっぱ1234、黒髪だよな、やっぱり。ピンク、金髪白、青、黒。白、青、黒、どれってね。ピンク、あ、アリアが、アリアまだね。もう完全ロリコンの目線ですよね、だっていやいや、みんな同じ顔してるじゃないですか。大差ないです。完全ロリコンじゃん。いや、まあ、みんな同じ顔してるでしょ。仲間増やそうとしてる完全ロリコン。なぜ俺を同類にしようとするんですか、ね、おにぎりさん、うちの近所のタバコ屋のおじいさんのモノマネやってくださいって言うのね。マイルドセブンあるよ、ね、お、緑保留。お、緑保留。もう一個だよね、やっぱり。おにぎりアンパンマンのモノマネして、こんにちは、僕アンパンマン。はい、今似せようとしました。ハキハキ言えばアンパンマンっぽく なるかなみたいな。藤波辰巳のマッチョとドラゴンでおにぎりや皆さんご存知みたいに言うな。コムに交代でね、ご気に入りじゃ、ご気に入りじゃ日本語話せてないって言ってね。あ、おにぎりは答えるな、人間じゃないからってね。小田原店はロリコン店員がいっぱいですねってことね。ありがとうございます。さあ、ここでロゴが落ちてくるんですか。ロゴ、そうロゴ、どのタイミングで落ちるんですか。今のタイミングですか。そう、今のタイミングでブラックアウトして、あ、まあ、一回も落ちてこないんですけど、これ壊れてんじゃないですか。大丈夫ですか。MC もモノマネもいただけないなとかね、頑張ります。猫でマイケルジャクソン、ね、さあどうしよう。あ、これさっきも見たよ。なんかさっきも見た、ね、えまだ僕だから発展リーチ2回しか見てない、2個しか見てないんで、2種類しか。また同じ過ちを繰り返す。スフィンクスとオオカミしか見てない。あ、出た、こいつに止められたやつだ。はい、もう、ね、もういいですね、これ。チャンスアップ次第とか。いや、もうストックもないですからね、今回は。ほんとだ、なんもないですよ、これ。あー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 、もうダメだ、これ。マミッタみたいになってんじゃんおっ、いや、もう何事もない。ああ、いかない、サクッと終わりますよ。はい、コム、今はアリアは何モードで打ってるんですかと。これ今プレミアモードで打ってます。プレミアモードだそうです。なんか別のにしますか。あ、なんかあればね、なんかあれば ご希望あればこっちの方がいいよみたいなね。この
左下の数字なんですかね、4957って書いてありますけど、戦闘力じゃないですか。戦闘力4957なんですか。もうフリーザで格殺じゃないですか。フリーザぐらい。いやフリーザ53万ですよ。格殺じゃないですか。ねえ、MG ってね、栽培マンレベルですよ、今日も当たらない放送でしたねってね、あるいはストック残した状態でも外れるからなとね。そうなんですか。ねえ、今日おにぎりのモノマネにつぼってる私、疲れてるのかな、コムと、ね、あ、もう疲れてますね。いいゆっくり休んでください、本当もう。あなたの癒しおにぎりですと、もうおにぎりモードってね、あと15分ぐらいで放送終わっちゃうんですけどと頑張ります。頑張ります。変わりますか、おにぎりさん。変わりますか。はい、全然いいですよ。前回もでも変わっておにぎりさん当ててましたよね。確かに単発でしたけど、あと13分でしょ、やってやるって。やってやる。いや本当最近ね、お金なくてパチンコ打てないんですよ。だからもう悲しい。悲しいな本当に。本当にね、なんで当てられないのにミドルやライトミドル打ってんの。おにぎりどうにかしてるとね、プレミアモールだと普通に激アツ外れてるから、激アツエース出るから外れるのでね、しょうがないな。 おにぎりワールドダウンダウンのジルベストのものまで。シンプルとノーマルって何が違うんですか。いや演出頻度じゃないの。普通に、シンプルとノーマルだったらどっちの方が。ね、おにぎりさん、横山、まあ、やすしのモノマネやってください。怒るで、しかしね、今日サムライブレードとかっていうのを打ってきましたとかね。あ、信頼、ね、さて漢字かなとかね。あ、じゃあコムか変わりますか。あ、いいですよ別に、また何漢字テストやるんですか。漢字恒例みたいになってるけど、はい、ここからこの青いとこから、ね、青いところから、うん、さあ皆さんね、安心してください。コムがね、コムが読みますからコメント。はい、今日金町さあ全国40万人のおにぎりファンの皆さん、どうもこんばんは。うるさいな。今日も当てちゃうぞいということで、うるさいな、はい、今日は今日金町でランドセル背負った女の子と手をつないで歩いてる、なんか気持ち悪い圧力さんみたいよ、とか。本当ですか。金町だったら間違いないですね。通報案件ですね。いや、なんかキーボード汚っ。キーボード汚っ。ほこりがめっちゃすごいですよ。これごめん、砂漠通ってきたから。おにぎりさんのお稲荷さんに風穴開けてください。やめてください、子供が欲しい。おにぎり顔で QL と硫黄を混ぜて塗りつけていいですか。いやすごい難しい。こっちみんな見るでしょうか。なんだこれ、もう1個目から全くわかんねえけど、これわかります。無反ですよ。全然わかんないその感じ。なんとか反はっ。せめて常用漢字にしてよもう。コム、今までの漢字テストで少しは覚えた。ああ。ちょっとは多分覚えてますね。ちょっとはね、コム。にっこに、にっこにっこむ。小田原栄町店の皆さん、こんばんは。おにぎり、てめえは仕事しろよと。今から仕事しますんで。楽しいパチンコ。コムは意外と MC うまいし、漢字も読めるから本業の MC おにぎり卒業でしょうと。そう。じゃあ俺が打ち手になるわ。漢字読めてんのかな。涅槃、涅槃ぶどう極楽浄土。今のはいけるよ。あ、緑。はい、緑保留です。それはでもね、緑はもうね、信頼度で言ったら多分 3%、4% レベルですよ。確かに。私もう眠れない、怖い顔見ちゃった、信じらんないと。はい、すいません、本当忘れてください。バスターズアタック。おにぎりよりサクサク読めてる、ありがとうございます。本当すいませんね、うちの MC。 いやすいませんね。次回から違う方来てますんで。いいってなんですか。これだからランクアップ。 S を目指すと。 S 目指す。いいやん、相当下でしょ。相当したらスタートはいいってことよ。あ、びっくりした、危な。 D、まあ、D ですね。 D カップ、うん、ちょうどいいね。 D カップがね、 D カップちょうどいいらしいですよ、おにぎりさん。 D はちょうどいいね。天網開会。たらコムって遠目で見ると神木隆之介っぽいな。うそー、ありがとうございます。天網開会。たらどんだけ天網開会言うんだよ。でタラは分かるよ、俺チーズタラいっぱい食ってるから大丈夫です。まあ、引用もお前酒のつまみじゃん。酒のつまみで覚えました。カミカミしなくて聞きやすい、ありがとうございます。で結局何もなかったっていうね。そうですね。ゼニガタ平次は何も起こらないんですか。ゼニガタ平次はあれ以来ですね。あれ以来何もですね。何もですけどね。ゴムああ、その下はちょっと分かんないですね。この2つ分かんないですよ。非公な店名クイズ。中店、綺麗売り割り店、扇店、神津島店。お、
コマドコムじゃん。コムニッコニコム。ニッコニコム。ゴムって誰？あ、上2つマジで読めないっす。人の名前ですか？違うか。なんか萩原流れみたいな感じ。萩原流れ。ドラえもん。おにぎりは。おにぎりの後だからイケメンに見える。ありがとう。比較対象がね。待って待って待って。はい、ゴキブリなんで助かります。ベース上がったみたいになってる。トド。ひらがなですね、これ。コムのコム読みいいわ。耳に心地いいわ。おにぎりいい最終回だったよ。ね、いや、来週もいるよ。4月1日を名字でやると何でしたっけ？ホリックかなんかにありますよね。4月1日？なんだっけな。そんな名字の人いんの？なんだっけな。エイプリルさんみたいな。なんだっけな、おぎゅうそらいだよ、おぎゅうそらい、おぎゅうそらいだよって言われてる。ひふみ、あ、ロリコムさんこんばんは。わたぬき、わたぬきだ、そうです、わたぬき。え、ね、4月1日で、ね、4月1日でわたぬきっていう 名字なんですよね。それかっこいいな、わたぬきさん。あ、なんかのね、作品で一回、なんか、ああそういうのあるんだって。あ、そう。脳みそのどっかに引き出しにしまって、うん、いいね、開け方を忘れました。それが まさか今日開くとはね。高梨、右の打ち手のとこにゴキブリって入れないと。あ、ゴキブリってこれどうやって入れるんですか？いや、触んなくていいよ。ジジ打ち手ゴキブリ。打ち手ゴキブリじゃないよ。高梨はあれですよね。なんだっけ、ワーキング。1って書いて名字は何ですか？漢数字の1。何、はじめさんじゃないの？はじめ、いや絶対違いますよ。二の前ホリックだな。アゼックスさん起きてますか？寝てます。ロリックス店長起きてますか？全然起きない。起きてますか？コメントいっぱい来ましたよ。起きてますかみたいな、ね、全然来ない。起きてますかってコメントがいっぱい来てます。二の前正解、ありがとうございます。1で2だの？1で二の前です。あ、これ読めるかな。2の前ってこと？ゴキブリおにぎり読めました。ゴキブリおにぎりです。どういう感じなのそれ？漢字じゃないです、もうカタカナとひらがなです。なるほどね、はい。二の前はなんかで僕もでも覚えましたね。ドラマじゃない？ドラマありましたっけ？スペック、スペック、あ、そう、スペックだ。スペック、あ、うん、ドラマとアニメの知識でもう僕できてますんで。すごいな。なんとかなってますね、今のところは。あ、どういうこと？あ、もうその下わかんないな。これ名字じゃないだろうな。いや、全然熱くないな、これカニじゃないし、これなん、わかります？全然わかんないわ。カニの居候みたいな感じ。わかんないっすね。わかんちゃう、皆さん。これはわかんないっす。皆さん、見てもらう。7位と読むのかも。ちょうどいいクイズ、ちょうどいい。電気グループ電気グループってこれで読むんだったらすごいですね。電気を止めるって書いて電気を止めるって書くならもうおにぎりさんですよ。電気を止めるのはおにぎりさんですから。なるほどね。今度は髪の毛生えましたか？なんとか、なんとか生きてます。いいじゃないの。本当に本当にって、今本当にって言ったら誰ですか？今本当にって言ったら誰ですか？本当にいや、少し生えてきましたよ、少し、ね。順調ですよ、皆さん。ロリケス店長はやっぱり可愛い子が隣にいないとやる気出ないんですか？いや、まあそうですね。現金な人。龍のひげのナッパ。わらび。電気止めるおにぎり。正解、冴えてるね。ありがとうございます。合ってた。その下わかんないな。筑紫。あ、違うな。さっきの窒居って読むんですか？意味もわかんないですね。窒居って何ですか？アスパラガス。わあ、龍のさすがに無理やったねと。いや、龍のひげっぽいからなんかわらびかなと思ったんですけど。わらび。あ、この山菜のね。山菜のね。あ、龍のひげっぽいじゃないですか。あのくるって。くるって山菜がね。つくし。つくしはひらがなになってますよ。土の筆ですよ。土の筆。つくしは。お、髪の毛彼女なんとも言わないの。ああ、はい、なんとも、はい、ね、よかったねなんて。その下は分かんねえな。その半っていう感じ、ね、半の半で攻めてくる感じなんですかね。 C まで行きましたよ、 C カップ。その下はなんだっけ、玉ねぎ。いかんのか。玉ねぎかな。あ、いった。あ、違う、トウロ、違う、玉ねぎやろこれ。はい、 C 毒雑。分かんねえ。
これワンチャンじゃない？米読み雑、すいません。いや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 、すいません、素人なもんで。来い。いやー、全失脚、失脚、蓄死、全然わからん、全然わからん感じがすげえいっぱい出てきてる。あれ、あと何分？あと4分ですね。4分、はい、いやもう厳しいな。トウモロコシ、あ、トウモロコシか。トウモコロシ、米読み雑、これコムのことじゃないよ、おにぎりだよ。あ、本当ですか、すいません。おにぎり今何回転ハマってる？1613、1614です。あ、14か、1614になってます今、はい、はい、明日爆発します、絶対これもう相当溜まってるんで、まあ、突入100なんでね、これ大変だ、書店長、これ金だわし足す肉まんじゅう足すおぶつイコールおにぎり、おにぎり、おにぎりです、おにぎり。あやさんラスちゃんじゃないですか、これ。あださんがなんかちょっと騒がしくなってきましたね。皇居、皇居意味が分かんないですね。皇居、東京にある。陸ね、ネバネバした野菜、納豆じゃない、ネバネバだけでも、オクラだ、オクラ、オクラじゃない、陸レンコン、オクラ、オクラっておにぎりさんが言ってます。いや、今日の罰ゲームは何ですか？ないですよ、楽しい。これこの間テレビでヤクミツルが読めなかったから、コム読めたらすごいよ。腹くど、腹破る落ちると、破る落ちる扉、バラッド、バラッドじゃない、バラッド、バラッド、あー、うまいですね、あれ、あれ、激サムおにぎりカットイン、おにぎりもう終わっちゃうよ。オクラ正解だけど、おにぎりのドヤ顔は許されない。なんでなんでなんで、いいんじゃないの。なんですかね、バラッド、いや、破る、破る、落ちる、歌うたいみたいな感じじゃないの。ライム保留頼むって大声あげる人ゴロつき、アジャックス本当に使えねえな、本当に店長として尊敬できねえわ。そんなこと書いてないからね、コムの本心だからと思います。すいません、すいません、全然当たんねえ、全然当たんないですね、本当に。店長が当ててくれないとね、困っちゃいますね。バラッと、いやー本当に読めない。いや頼む頼む、俺も緑ゴロつきって読むらしいですよ。え、あのさっきのバラッと破る落ちる扉で、あーすごいね、ゴロつき、ゴロつきだって我々のことだ。アゼックスの影の薄さになりたい。喋ってくださいよ、もっと。君たち本当当てる気ないからな。ある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 んですよ、当てる気はあるんですよ、当てる気あるよ、当てる気はあるんですけどね、ダイが答えてくれないんですよ。そうなの、アゼックスパチは当てるものじゃない、楽しむものだよ。おエンジョイパチンコ、エンジョイパチンコで、いやでも全然面白くない。言っちゃいけねえことを言ってる、あの人言っちゃいけねえこと。アゼックスの生誕、あ、じゃあおにぎりの生誕祭には納豆1ケースをお送りしますね。あー、もうほんとすぐ燃やします。銭形はアリアの倍ぐらい当たるんじゃないの、うんと。あ、いやいやいや、倍なんてそんな全然ですよ。もう放送終わっちゃうんだけど、これどうすんの。そうですね、そんなわけあるか、はよ当てろと。じゃあ12時、あ、じゃあ1時ジャストで、あれ、あと1、あと、あと1分です、あと1分、あと1分です。こんなに影の薄い店長過去にいただろうかと。いや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 、大丈夫ですよ。いやー、今後坂井町は甘縛りでと。甘縛りでいいかもしれない、甘縛りにしましょう。まあ確かにね、それあり、ね、甘縛りでいいですよ、本当に、うん、余っていこうみたいな。お、これラスちゃんかな。ゼニガタとアリアがこんなに当たらないお店はどこのお店ですか。木工の小田原、大木町店です。よろしくお願いします。ただ明日は境町に来てください。うちのアリア絶対明日爆発しますよ、本当に。アゼックス正直すぎて惚れる。自己放送として本社に報告しております。いやいやいや、当たるもハッキー、1時になっちゃいましたよ。いや、甘じゃダメだ、ちょいパチにしろと。おにぎり画面見ながら大きするなよと。してないしてない。甘でもコムは当たらんからな。この保留は何。いやでも僕前回甘打った時、何でしたっけ、あれ当てましたよ。何やってたっけ。ソフトオンデマンド。ああ当ててたね。終始当たってましたからね。確かに。早々に当たったし、ね。あれは面白かったね。やっぱアマが相性いいかもわかんないね。アマしか当てられないんだよ。うん、あ、ミドル保留。緑保留です。出た。緑保留です。出た。今日何も仕事して。激アツ、激アツ。これラッシュアツね。アマ縛りで当てられなかったらおにぎりに罰ゲームでいいじゃん。ああ、ドキドキ。アゼックスここでも当たらんか。次はどこの店舗がいい。バイ木下。ヒストリアモード。
僕あの人生で初めてですよ、木下って呼び捨てにした普通に米読んで呼び捨てにしちゃいました、すいません。ちょいでもゲーセン仕様じゃないとダメだなと。いや本当に当たんないですね、うちの店。さあまたこの同じ流れだ。ここでバビンって来ないよね、落ちてこないとダメなんですかね。ねえ、いやーマジで当たらん。同じようなリッカリカにしてないよ。これ何柄、熱いの。いやもうそれハニカム柄ですよ。っとハニカム柄です。いやいや、だったら V コンくれよ。V コンくれ。閉店時間ですよ。はーい。いやこのミドル保留でね、社長に報告しておくからな、混む覚悟しとくよと。もう今までありがとうございました。最終回になりました。本当に全然当てられない。次回からの、はい、清掃員とかになってますんで僕。ライム保留だ。はい、終了。これ朝までやっても当たらないパターンやね。朝までやっても当たらないパターン、ね、終了です。いやーきついわ。お疲れした。お疲れ様です。いやじゃあ、エンディングしますんで。コムは社内、キコ社内で一番の引き終わりになったね。本当ですね。100店舗分の1みたいな。コムさんはよ、おつ、コムさんの大きな栗の木の下でを歌ってください。大きな栗の木の下で。強調しましたからね、ちゃんと。強調させていただきましたよ。なるほどね。今までありがとうございました。はい、はい、はい、じゃあ次回から、ね、最後になります、あのしまっちゃんが出るんでね。次回からしまっちゃん出てきます。はい、エンディングです。はぁ、あ、本当に当たんねえな。はぁ、あ、じゃない、あなた最後 の仕事残ってんだから。本当に当たんないな。はい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 、はい、いや全然当たらないす、ね、どうなってんすか、はい、じゃあエンディングですよ。しれっとね、しれっとなんかあの戦国恋姫のアマデジとか打ちたかったですね。どうせアマデジ打つんだったら戦国恋姫打ちたかったな。あちょっと気になってるんですよね。じゃ あ戦国恋姫のね、はい、金利点にないんですよ。次はいつでしたっけ。次はですね、もう4月ですね。4月の、まあ、4月の3週ですね。3週目、4月の3週目、17以降ですか。頑張ってください、17以降、17以降です、頑張ってください。あじゃあ北斗ですね。北斗ですかね、はいはい、ね、頑張ってください。僕あのもうさっきね、あの社長ディスして社長ディスしたんで、さよならコムみたいなね。次回いないはずなんで。でも集まんないな。コミュニティってね、責任取っておにぎりは組みのやつ、ありがとうございました。全員でキコダウンしろってね、山ちゃんより引きが弱いコムってね、鎌田と栄町は引き終わってんってね。はい、さあということでね、お疲れ様でした。お疲れ様です。本日はね、全員型平次とね、アリア打ってきましたけども、どうでしたか。いや申し訳ございません。もうすいません、本当に本当に申し訳ございません。明日、じゃあもう来ていただければ、ちょっと、ここら辺で、はい、あの、お客様いくらいても土下座します。はい、ちょっと、ここでね、実際に会って、はい、会って、ああ、すいません、もう放送見たよって言いたい、もうすぐやる。放送見たよさ、もうすいませんすいませんっつって。ということでね、もう明日、すぐもう、明日ね、もう、両大ともうね、爆発するかもしれないということでね、よろしくお願いします。はい、ぜひ、本当だなってね、おにぎりとかでします、はい、ということでね。はい、ということで、じゃあ最後、いつものように。先生、来週寝台が入りますんでね、はい、入ります、はい、いつも通り、はい、やっていただけます、はい。いつも通りね。じゃあ、今も大丈夫ですか。はい、ちょっと待ってください、イヤホンが、はい、イヤホンが通れました。うん、はいはい、ということで、じゃあ今後寝台入れ替えのね、告知をしながら、はい、ね、まあ、いつも通りです、ね、そうですね。はい、ということでね、潔いではないか、次頑張ろう。そうですね、本当に今度はね、一台はアマを据えるということで。次回本当多分北斗なんで、はい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 、北斗2台やりますよ。いやいや、やば。大丈夫ですか。いやいや、北斗寝台と地獄ぐらいにしてください。大丈夫ですか。さあ、ということでね、じゃあコム行きましょうか。はい、ということでね、じゃあ告知もね含めてお願いします。コムダンスどうぞ。来週3月21日寝台入れ替えがあります。でスロットコーナーにアナザゴとポセイドンと、高架機動隊スタンダードコンプレックスセカンドギグ入りますので、最新台が手貸して打てるタムライト小田原坂城店よろしくお願いします。本当にすいませんでした。で本当にすいませんでした。ありがとうございます、ね、慣れてるですね、なんだこれ、慣れましたね。はい、本当にすいませんでした。いいんじゃないですか。でもね、なので、寝台告知のことを今頭で考えたらすごいダンスが雑になりました。はいはい
すいません。本当にすいませんでした。はい、ということでね、次回はちゃんと当てたいと思います。はい。ね、はい、ではまた、多分北斗にね、なるかなと思いますんで。あの、僕あの横でモモキュンソードとか打って、はい、いや、あえて勝負しましょう。モモキュン3。モモキュン3とか、ね。はい、ということでね、もう次回もね、ぜひとも見てください。ってな感じで。はい、本日もたくさんのコメントご視聴どうもありがとうございました。ありがとうございます。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。ありがとうございました。バイバイ。ほんとすいません。ほんとすいません。じゃあねー。ほんとすいません。次回頑張ります。いいお店だと言えるように書きました同じ思いで頑張っていくことによって今後の目標も達成できるであろうという、はい、願いが込められております。皆様にとって身近な存在になっていただくためにこの言葉を選ばせていただきました。すべての人々に愛される頑張りが実を結んだお客様が満足できるようになっていただきありがとう。まだまだこれから200店舗300店舗とロッチコーナーノーライン広がる楽しさのはこのお店で遊びたい。いつまでも輝きを忘れず頑張れ。